今日昼過ぎ福島県国見町の厚かし山で山火事が発生しその影響で東北道の一部区間が5時間以上にわたって通行止めとなりました警察などによりますと今日午後0時半ごろ東北道の白石インターチェンジと国見インターチェンジの間でのり面が燃えていると NEXCO 東日本から消防などに通報がありました 高速道路上で単独事故がありその際に焚いた発煙筒から近くののり面に火が燃え移ったとみられています火は3時間ほどかけて国見町の厚かし山に燃え移り山頂近くまで煙が広がりました NEXCO 東日本によりますとこの火事の影響で東北道は上り下りともに一部区間で通行止めとなりましたが 先ほど午後6時25分ごろにすべて解除されました。